皆さんお疲れ様です。フラワーアーティストシンコと N フラワー代表の長塚慎一です。この N フラワーはですね、先月、一般社団法人になり、N フラワーデザインインターナショナルという名前にね、改名されました。そしてその改名されて初めての展覧会がこの大リリース展ということですね。こちらが一昨日、から無事にね、こう開催されて今開催しております。僕ね、当初こうリリース展ということで、まあ今までの展覧会よりも作品がねこう小さくなりますから、もう少しこうこじんまりとしたね展覧会になるのかなという感覚ではいたんですけれども、うちのパワーはそんなもんではありませんでした。ものすごいです、はっきり言って。今までの展覧会を超える迫力、そして美しさ、またリースだけにエレガントなものもあり、こう趣向を凝らしたものもあり、もう可愛いものもありね、ものすごいです。ものすごい多種多様のリースが、船の中を150個飾ってあります。これはねもう百聞は一見にしかずという言葉があるように、ぜひね一回ご来店いただけるとありがたいと思っております。とにかく僕が驚いているのは作品のクオリティの高さです。皆さんね、もうここの場所を借りて、もう会員の皆さんに本当にこうお礼が言いたいのでお礼を言います。ありがとうございます。皆さんの力で、この大リリース展は素敵なものになりました。素晴らしい。そして他のどの、ね、いろんなお花の団体ありますけれども、にも負けない展覧会になったと思います。本当にありがとうございます。で、今日は、この視聴者の皆さんには、まあ本当にね一部分だけ、少しだけ、リースをお見せしたいとは思ってますが、まあ、ちょっとこの辺諸事情がありまして、全部をお見せすることができなくて申し訳ありません。で、本当にね素敵な作品を作ってくださったので、一つ僕からねこう会員の、まあ、1名の方になってしまうんですけれども、にプレゼントがあります。それはですね、氷川丸の船長さんに、もう僕は船長さんがこれが好きだっていう作品を一つ選んでもらって、その作品の制作をしてくださった会員さんには、僕が通常やってる月刊プロレスの連載ページがあるんですけれども、その隣のページですね、ここに今 N フラワーのインストラクターの先生が、載ってるんですね。そのページ、今回はインストラクターとか関係なく選ばれた方に制作していただきます。もちろんこの本部でね制作していただいて、それが作品ができるまでね、こうレクチャーもねさせていただきますので、まあ良い経験になるのではないかと思いますので、ぜひ臨んでください。ではですね、まあ、その模様は、あさってくらいに船長さんに選んでいただきますので、それは YouTube で撮って、YouTube で発表させていただきたいと思います。まあ、このフラワー TV でね、発表させていただきたいと思います。では、視聴者の皆様には、僕ね、まあ一部になりますけど、リースを紹介したいと思います。どうぞ。